アイフォールアウト76続きやっていきたいと思います。本日9月17日よろしくお願いします。アトミックショップ確認していきましょう。無料分ね、補給物資レベル2ということでね、はい、よろしくお願いします。はい、ポキってデイリー確認していきましょう。はい、そんな感じで、ですね、脳みそキノコを集める。デイリーオプス完了する1。マイアラークの部位に重傷を負わせる2。マイアラーク倒す5。はい、ワークショップにタレットか罠作成。なるほどね。歯車を含むジャンクね。あと鉄を含むジャンク。なるほどですね。まあ、マイアラーク、ね、倒してきたんだけど、昨日ね、みたいな感じ。まあ、やっていきましょうか。まあ、とりあえずワークショップになんか罠パパッと作成しちゃいますね。はい、罠作成しました。あとちょっと分解しよっかな。世界が挨拶をしてたわ。どうです、補給物資。はい、補給物資で鉄を含むジャンク解体するが達成できましたね。ギア、はい、ギアのやつで歯車を含むジャンク5達成できました。じゃあパワーアーマー出して、あ、その前にどっかパーティー入れてもらおう。はーい、じゃあカニさんとこ向かいたいと思います。はい、採石場に来ました。いつものさ、オハイオのとこは、なんかね、人がいたんでやめました。あ、でもちょっと、やっぱ足りねえな。やっぱちょっと少ないよね。やっぱもう狩られてリスポーンしてるって感じなんだよね、きっと。ターゲットを発見。ボルトには発見。もう、いっぱいいるはずだもんね。もうちょっと。あ、いた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 。これで達成です。はい。マイアラーク重傷 2V 達成です。あとマイアラーク残り3だね。音が聞こえるからもう1匹はいるかな。いましたいました。で、残すはあと2匹。クイーンいるな。クイーンはめんどくさいから次のポイント行こうか。まあ、こっからだと近いから、キノコ行きましょう。脳みそキノコ。いやー、そろそろさ、食事がなくなってくるからちょっと助かったな。そろそろキノコ取り行きたいなと思ってたからね。うん、場所間違えてきちゃった。さっきここに来ちゃったけど、目的地はここです。ここね。ここも、マイアラク、カマドーマとかね。まあ、ランダムなんよな。もしかしたらさ、カニさんいるかなと思ったんだけど、いませんでした。まあ、収穫していきましょう。あと、お腹減ってるからちょっと食べようか。ないかな、食事。レディッシュ。レディッシュぐらいか。そうね、レディッシュぐらいと、あとちょっと水飲んどこ。オッケー、じゃあ行きましょう。キノコ回収。これね。脳みそキノコ。案外あるようでなかったりするから。あ、達成？はーい、脳みそキノコを集めるの達成。あと発酵キノコも若干もうちょっと欲しいな。オッケー。じゃあ、あとデイリーオプス、マイアラークに、ね、マイアラークって言ったらさ、大概、ね、この辺のさ、いたよね。ここいたんだけど、
あの、クエストの話が変わっちゃったから、オグワとかになっちゃったじゃん？はい、そうなんですよ。カルト狂信者がいるからね、どうしようもねえわ。まあ、しょうがない。とりあえず、あと、オプスとカニなんで、カニを探しながら、オプス待ちしましょうか。まあ、とりあえずですよ。はい。カニさんのとこ来たら、狩られてなかったんで、はい。マイアラク倒す5、達成です。これを達成させたら、あとね、デイリーオプスチーム作ったんで、デイリーオプスも行っていきたいと思います。ウエストテック研究センター、スイフトフット、サベージストライク、終わらせていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。とりあえず、バナーと、ランチボックス。じゃあ、やっていきたいと思います。終わらしていきまーす。お疲れさんでした。ふう、6分。はーい、終わりました。死体ちょっと回収していきましょう。はい。さて、報酬もらって、さっきのカニカニスポットに戻りましょうか。はい、檻の電球。はい、戻ってきました。一応パーティーをカジュアルに変更しときましょう。はい、そんな感じですよ。デイリーこれで終わることができました。あと、ウィークリーの方もデイリーオプス完了したしね。はーい、そんな感じで、今回パートはこんなとこで終わりたいと思います。うわ、きれいだね。はーい、お疲れ様でした。ありがとうございました。